はい、やってきました。今年も2017年の、あ、なんかやってる、アイリッシュパウンドやってる、ちょっとそう、ブロードハンド、ブラッドハンド、ブロードハンド、アイリッシュパウンド、あれなんかでかい。いや、そのでかいっていうのはなんかクラフトの犬の方がでかいんじゃないかっていうふうに今思って、同じぐらいかな、なんかクラフトの方がでかいような気がしますけどね。やっぱアイリッシュウルフハウンドっていうぐらいですから、ワーが4頭もいるよと。アイリッシュウルフハウンドというぐらいですから、アイルランドの犬ですからね。すげえな、これすごいですねすげえな、これウルフハウンドですよ、ウルフハウンド、狼の量に使う犬ですよ。アイリッシュウルフハウンド、ほら、いやすげえな。やっぱクラフトはすごい、クラフトの方がすごい。いや、そのクラフトの方がすごいという方もおかしいですね。その規模がですね、規模が大きい、クラフトはやっぱちょっと規模が大きいですね。ちょっとまだね、ワールドドッグショーに行ったことがないので分かりませんが、ワールドドッグショーに行って、まあ、今年ドイツで行われるワールドドッグショー行きますが、ワールドドッグショーを見て、多分おそらくね、僕の予想ではクラフトが一番大きいんですよ。この会場の大きさと、うわ、でっかいな、俺の、うわ、でっけえなんかでかい、いや違う、あの、おう、びっくりした、なんで飛び出してきた今、なんかちょっとナーバスになってますね、あの犬、おびっくりした今噛まれるかと思った、なんかナーバスになってますね、あの、興奮してる。もしかしたら小さい時からあのショーに出てなかったのかもしれないですよね。この犬すごいでかいですよ、今この寝そべってる犬、これどれくらいあるかな、すごいでかいですよこれ、動画じゃ分かんないかもしれないけど、すごい大きいですよこれ。これすげえ、うわー、なんかクラフトに来たという感じするの、なんか嬉しい、すげえ。すごいね、これね、Excuse me, how tall is he? I think he's probably about 37 at the shoulder. Wow! Too big. No, so big. He's quite a tall boy. Wow. Mind you don't slide, someone's had a wee there. Mm-hmm. Oh, yeah. Okay. でかいな、っていうかね、皆さん分かってらっしゃらないかもしれませんが、クラフトの方がね、なんか犬がいい、アイリッシュウルフハウンドはですよ、アイリッシュウルフハウンドはクラフトの、クラフトに出場している犬がいいです、すごくものすごくいい、マジで。この間のヨーロピアンドッグショーとこの間のウェストミンスターと比べると、クラフトに出て、まあ数が多いから、いい犬がたくさん出てる、クラフトには。
アイリッシュウルフハウンドは。アイリッシュウルフハウンドファンの方はやっぱね、アイルランドから買った方がいいんじゃないですかね。まあイギリスですね。イギリスから買われた方がいいんじゃないですか。イギリス、アイルランド。これね、あれですよ。なんだっけ。うわ、すげえ。これこの犬だってすごいいいんですよ。これすごいマジで。これマジすげえいい。なんですか。忘れた何を言おうと思ったか。これもいい、この犬、この犬、この犬すごいいいですよ。ちょっと待って、すげえいいな。ウィペット。ウィペットかな。イタグレじゃないでしょ。イタリアングレハンドかな。ウィペットですよね。ウィペット、あ、ウィペットだたくさん出てましたね。よかった、もう完全に始まってるかと思ったらまだ始まってなかったですね、完全には。うわ、もう最高だな、マジで。マジ最高。これマジ最高。これ素晴らしい。なんていうか、その犬だらけで、犬だらけで嬉しい。わお。ね、こうやってほら人間が近づいても何もしないでしょ。ワンともフンともなんかうーうーとかそういうこと一切言わないですよ。だって足元にほらここにいるんですよ。こっち、あ、もうほらここに近いですよ。クンクンクンってやってます。でも何もしないですよね。なん全然攻撃的じゃない。これは小さい時からドッグショーに出てるからですよ。ドッグショーの会場にこんな人がたくさんいるところに来て、なんだっけ、会場に来て犬もたくさんいるし人もたくさんいるから、まあ落ち着いているわけですね。大きくなってももう慣れてるから、こういうもんだと思ってますからね。だからドッグショーに出すことはとてもそのいいことだと思いますよ。そのドッグショーを嫌がる方もたくさんいらっしゃいますけど、まあね、僕もその日本ではドッグショーに出してないのであまり人のこと言えないんですけど、ドッグショーに出すことはこういういい面があるということですよね。犬にとって、犬にとってすごくいいですよ。この犬の情緒的に、その犬の、気持ちが落ち着いて、激しく興奮したりとかそういうことがなくなりますよね、人や犬を見た時に。だからドッグショーに出すとそういういいことがありますよね。もちろん何ですか、それだけ嫌な人、嫌な人、嫌な人じゃなくてまあそのショーに出ることでそのなんか嫌な気持ちになったり嫌な思いをしたりするぐらいだったら最初から 出ないみたいなね、そういう、まあ考え方っていうか、まあ、そういう、ので、まあ、ドッグショーに出ないっていう人も多いですけど、まあだからそのほら、なんていうのかな、遊びの延長、なんかピクニックに行くような感じでちょっとドッグショーに行ってチャレンジしてみようかなみたいな、まあそのなんかふざけたりとか遊び半分でとかいうことではなくて、まあなんかそのほら、なんていうか楽しみながら、楽しみながらちょっとそのなんていうかな、その悪い意味で遊んでるっていうことではなくて、そのまあなんかワンワン言ってる、
大丈夫かな。悪い意味でそのなんか遊び半分でということではなくて、まあちょっとその楽しみながら、まあ勝っても負けても別にいいじゃんみたいな感じで、ショーに参加されると、なんかもしかしたら楽しいこともあるかもしれないですよね。ちょっとね、会わなきゃいけない人がいるんですけど、今日またクラフトでジャッジしてるそうなんですよ。そう、去年のその人とちょっと違うんですが、また別の人なんですけど、ちょっとね、犬のちょっとね話をしたい人がいるんですよ。それで聞いたら、なんか今日はジャッジやるそうで、そのね、ちょっと痛いことなんですよね。でもね、今まだねコーヒーかなんか飲んでるとか言ってまだ来ないんですよ。だからちょっともうしばらくしたらその人に会いに行きます。さっきから日本人っぽい人がいるんだけど、日本人、この人韓国人だった。もっとみんな来ればいいのにマジで楽しいですよ。犬好きの人来るべきですよ、マジで。絶対に、本当に犬好きの人絶対来るべきだと思うんですよ。あんまり大きな声で日本語でワーワー言ってるとちょっとうるさいかもしれない。今ちょっとカメラを近づけていってますが、日本人の方はもっとね来るべきだと思いますよ、本当に。ウェストミンスターもクラフトも絶対楽しいですよ、本当に。これね、後で撮りますけどね、もうね、犬のね、犬グッズがね、もう所狭しとうじゃうじゃお店出てるんですよ、出店が諸話代払えみたいなそういう感じの、そのなんか屋台じゃないんですけど、そのなんかペットショップの屋台みたいな感じでいっぱい出てるんですよ、本当に。それを見てるだけでも楽しいですよ、本当。なんでみんな来ないのかな。ちょっと触りだけというか一瞬だけお見せしましょうか。これね、こっちのブースはね、これほら全部ショーがあって、リングがずっと並んであるわけですよ、いっぱい。でこっちはほらね、お店、全部お店、全部お店ですよ、全部お店。これはあそこのほら壁に4って書いてあるでしょ、数字が4って書いてあるんですよね。これは4番目のホールということなんですよ。これがね7つあるんですよ。7つだったかな、5個だったかな。これものすごい広いスペースが5個あるんですよ。確か5個だったかな、すいません、7じゃない、5個、5個あるんですよ。これ1個分だけでもウェストミンスターより大きいですからね、1個だけでも。おそらく、うん、1個ぐらいかな、1個分ぐらいかな、ウエストミスター。その2階があるから、その建物の2階の方もあるから、だから2階と合わせて1個、この1個分ぐらいですよ。で、そのこんなたくさん そのお店とか出てないですよ、ウエストミスターの場合は。ただ犬のクオリティはね、まあ、ウエストミスターも確かに、もちろんそれは世界を代表するようなトップの犬がたくさん出てます、それはもう間違いないですね。出てないのに、あれ買えるんでしょうかね、クラフト出てないのにリボンだけ買って、なんか俺出たんだぜみたいなそれはもう本当に詐欺的嘘ですよね、完全に。ほら、ね、もう犬グッズがそこら、所狭しと、そころじゃないですか、所狭しと、心狭しと犬グッズがあるわけですよ。これやっぱね、クラフトはこれが楽しいですよね。それでね、これね、その帰り道に買わないとダメなんですよ。帰り道に買わないと荷物を持ってうろちょろしなきゃいけなくなるから、これすごいですよ、本当に。
うわ、なんだこれ。うわ、いっぱいありますね。ほら、ここに。これはすごいいっぱいある。ちょっとねカメラを早く動かしすぎなんですよね。ゆっくり動かさないとなんかきちんと映らないんですよ、うん、だからゆっくり映したいんですが、ゆっくり映してると誰か人の顔をねずっと追ってるようなことになる時があるわけですよ。そうするとなんで私ずっと撮ってんのみたいな感じでなんかちょっと、ね、変なことになることがあります。だから、まあ、人の顔が映ってる時は急いでパッてどかそうとするんですけど、そうするとねなんかその撮影してる対象のものがバババババってこうなんか綺麗に映らずになんか乱れてしまう画像がみたいな。グレーハウンドがすっげえ綺麗。ああ、うわ、イングリッシュマスティフだ。これイングリッシュマスティフ。イングリッシュマスティフ。よいしょ。これすっげえな。これすっげえな。ちょっと行きますね、戻りますね、ちょっとね戻ってこれ、ほら、買いました、今年も、あ、坂さんこれ、ね、これを見ると中に全部載ってるわけですよ。どこの犬舎のなんていうチャンピオン犬、チャンピオン犬じゃない、チャンピオン犬だけじゃないですけど、そのあ何々という名前の犬が出場していますよみたいな。え、でもチャンピオン犬ほとんどチャンピオン犬なんじゃないのかな。このなんだっけ、クラフトに出場する条件があるんですよね。条件をクリアしないと出れないので、全てがチャンピオン犬なのかどうかわかりません。まあちょっとねクラフトの条件をねちょっと詳しくちょっと知りません、すみません。でももう来たかな。で、そのジャッジの人をねずっと探してるわけですよ。ちょっと一回止めましょう。わっ、ボルザー、ほらボルザーすげえ綺麗ですね。これボルザー、いやー、あのボルザーすごい綺麗だった今の。いや、よかった今の。ヨーロッパのボ、あ、そうだ、今日ボルジョイもあるんだ、そういえば。確かね、ボルジョイもあるんですよ、今日。ちょっと見なきゃいけないですね。よし、ちょっと挨拶してから、ちょっと行かない。ジャージやってるっつったからな。あれ、始まった。ちょっと